もちづき氏は、品濃国作軍、もちづき地方を本願地とした武家の氏族、九行星四位三義、重野のた主の着流、重野氏の流れを組み、し野のため堂の子、重野ののあるいは、則広の孫、重野のひに始まるとさる。重野氏を執事とする武士団に、それまで8月29日に行っていた、品濃国の久米の、駒引きの儀式を、 満月の日8月15日に改めた。この日に駒引きされたクメを、もちの駒と呼び、朝廷へのクメの数が、最も多かったのが、シナの五牧の巻官とも伝えられる重野氏であり、シナの十六牧の筆頭、もちの駒を継承した一族にて、もちの姓が与えられた。運のシナの守る幸い久しの長男、運の小太郎孔明の次男のシゲ直家は分家して、 小さ型軍、根津の将を継承して、根津氏を起こし、三男の重野のしげは、作軍、も月雄を継承しも月氏を起こしている。特に、運の氏、根津氏、も月氏を、重野の参加といい、三夜は緊密で、出陣の次第によると、運の氏が戦うときは、運の旗中、左根津、右も月と称し、も月氏が戦うときは、も月旗中、左運の、 右根津となり、根津氏が戦う時は、根、ね、翼中、左運の右持月と三夜一丸となって外敵に当たったという。この頃の家門は、運の氏が、須浜や、月輪七区用、結び仮金、六連前を用い、持月氏は丸に、七葉、九用門、下り藤を用い、根津氏は丸に、月、九用、六連前、丸に違い高の羽を用いた。 も月氏の前世紀は、自称四年の基礎義仲挙兵に従軍した、も月づ国地下、も月重隆府氏の時代と考えられ、国地下は後に、源の義仲の重臣として侍大将の一人として、使える。当時のも月氏は、作軍から隣接する小さ型軍にも、勢力を伸ばしていたとされる。義仲が、越後の平家方を迎撃した。 呪営元年9月の横田川原の戦いでは、基礎衆と上州州と共に、作州が中核となったとする記録があり、この作州の中心が古来より、日本一の牧とも言われる、も月の僕で育んだ強力な騎馬軍団を擁する、も月氏であったと想定されている。また、義仲の四天皇と言われた、ネ井光親も、も月氏防流である。義仲の没落後は、 鎌倉幕府の御家人となり、重鷹は、鶴岡八幡宮弓はめの伊手に選ばれるほどの弓の名手として知られた。文治四年、欧州藤原聖伐に従い、研究五年の安田義貞、義士不死の謀反を、幕名により追悼している。さらに、憲法元年の和田合戦に際しても、和田軍と戦い、重鷹の孫、餅月森重は、鎌倉若宮王子にて、和田義氏の子、 二郎太郎義光を打ち、品の国和田を恩賞として賜っている。幕府滅亡直後の現行3年10月には、県務政権の国司清原氏から、改めて所領を安堵されている。鎌倉幕府滅亡後の中仙台の乱では、も月重信が、諏訪氏や運の氏、根津氏と共に、北条高時の維持、北条時行を要して挙兵、足利川の品の守護、 小笠原貞宗の攻撃を受け本拠地の持月城を失うが、間もなく道場を再建し勢力を維持した。続く南北朝の争いでは、一族の多くが南朝に含みして戦った。大英7年の大東合戦では、友の氏平頭作軍の国衆と共に参戦し、守護法と戦った。戦国期に入ると、 隣国海の国の武田氏や、越後国の長押しなどの度重なる信仰により、衰退し、着流の持月正よりは、武田氏に抵抗して敗れるが、天文12年9月に、初流の持月新河は、実定の持月新六と共に、同じく、主芸のの流れを汲む真田行綱の仲介による、説得を得て、武田氏に侵入し、持月氏を継いだ。源三郎は、武田晴信の一時、 神を与えられ神宮美と名乗った。また、餅月聖将の娘を、武田信玄の弟の天宮信重の嫁とし、信重の子を、神宮美の養子とするなどして、名族餅月氏は、武田はじめ門に組み込まれていった。神宮美引退の後は、養子の餅月信英が家督を継ぎ、武田氏の御神類衆として六十期を率いて、本人旗本として活躍する。 しかし、新鋭は、天正3年5月21日の長篠の戦いにおいて討ち死にする。その後しばらくは、新鋭の実刑、武田信豊の管理下に置かれたが、後に陰月祭が、も月氏当主に復帰する状態となる。天正10年の小田、徳川連合軍の武田両親公により武田氏は滅亡し、多くの武田家臣は小田氏により処刑された。もち氏の一族では、 陰月祭や餅月ゴンベエラが難を免れ、海の国南部の河地領や静岡県富士市から、静岡市清水区たりに身を隠し移り住んだという。現在でも子孫の多くがこの地域に住んでいるとされ、供養門の家門を持つ全国の餅月の生の大半の、方がこの地域出身か、祖先がこの地域の出身であるとする伝承がある。陰月祭は、 実施もなく、武田氏からの養子もすでに死去していたため、後目は、も月正よりが継ぐことになったが、一族の出身かは不明。正よりは、御法上氏に攻められるも、も月城に籠城し、攻めあぐねた北上氏と講和氏参加に入るが、同年9月、徳川家康配下の与田信繁に攻められ、1ヶ月に及ぶ、工場戦の末に、も月城は落城。 正サよりは18歳で自陣し、モ月氏着流は絶えたと言われている。太字は、当主、実戦は実施。モ月の由来ともなった、モ月の僕をはじめとする見巻きは、古く、奈良時代から産する馬を朝廷に送られており、これらの産区は、途中の大見国公が付近で、休養や調教を行っていた。そこから、モ月氏と公がの地は、古より関係があり、 平安時代には、平野正門の乱で武功があったとされる、も月三郎喧嘩が、町名により赴任し、大見国甲賀軍主となり十六家村を送った。これが甲賀も月の祖である。恩賞として、その後、信濃のも月氏の支流が甲賀の地で独自に武士団へと発展し、戦国時代には、後に甲賀忍者と呼ばれる甲賀五十三屋の筆頭格に数えられ、伊賀の、 服部と甲賀の、もちと称されるようになる。もちづき出雲守が、もち城を築城するなどの記録が残されており、もちづき出雲守屋敷跡は現在甲賀流、忍術屋敷となっている。甲賀流忍術屋敷の丸に、九養門河楽葉門が一般的と言われているが、もち城跡などには、七葉門が残され、使われている。また、甲賀流忍術屋敷には、 丸に供養が残されている。本生である重野のの家紋は、ガツテン七供養を出会ったとされ、も月氏、雲野氏、根の氏ねずしが別れる際、も月氏が月輪七曜、雲野の氏が月輪七供養、根津氏が供養が与えられたとされるが、雲野の氏真さなだが六連前に、根津氏が丸に突き改めたと同様に、も月氏も、も月という名称自体は満月を意味することから、 中央の星を八世が囲む九葉門や六世が囲む七葉門になったとされる。作詞の餅月城跡には戦国時代以降のものと思われる七葉門の入った石像岩が残っている。ただ、それより、はるかに昔、平安時代に品濃国から大見国に移り住んだとされる甲賀餅月氏の家紋が現存する甲賀流忍術屋敷から、まるに 供養門であることを知ることができ、一族が難を逃れた先の山梨県や静岡県に供養門や丸に供養を家門とする、望月のもちづき聖の者が多くいることから、織田軍もしくは徳川軍に敗れる以前は供養門や丸に供養、以降は、もちの地に留まった一族が七葉門を利用したのではないかと考えられる。ありがとうございます。